めでとうございます。ありがとうございます。素直に嬉しいです。そうですね、最初は短期の予定だったんですけど、森さんとかがついてくれて3社になったんで、もう緩んだら思い切り行こうと思って、それがうまくいきました。好きな朝食は、まあ、ご飯よりパンの方が好きなんで、パンをよく食べます。これからも頑張って勝てるように頑張るので、応援よろしくお願いします。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しいです。あ、もう3日間前で頑張ってくれたもう IKKO さんのおかげです。最近毎日朝食べてるのはお雑煮です。まあ、お味噌汁にお餅入れるだけなんですけど、そうですね、あの前期 S 級の時は あんまり射程に貢献できなかったんですけど、まあ今期は、まあ、もっと貢献できるように頑張りたいと思ってますので、また応援よろしくお願いします。